フラノバスは、北海道フラノ市に本社を置き、バス事業を行う企業。フラノ市内線やフラノ市と旭川空港、旭川駅を結ぶ路線バスの運行、および貸切バスの運行などを行う。フラノ市では、旭川電気軌道が路線バスの運行を行っていたが、モータリゼーション化等の影響で維持が厳しくなり、フラノ地区路線を廃止する方針を打ち出した。フラノ市では、 市内バス路線を維持するため、旭川電気機道と共同出資で第3セクターを設立。旭川電気機道フラの営業所の乗り合い、貸切事業を譲り受けし、営業を開始した。路線バスは全路線が国などから運行維持補助金を受けており、それを貸切バスの収入で補う形で営業を行っている。フラノにおけるバス事業は、 吉本自動車が1928年4月28日より、富良野駅前から島の下の吉本温泉まで運行したのが始まりとされる。以降、六号や布部、別事業者が旭川市とを結ぶ路線を運行したが、北海道庁が1942年10月12日に発表した北海道における旅客自動車運輸事業統合要項により、 東北の利合自動車へ統合された。フラの営業所が設置されたが、運行実績がないまま終戦を迎えた。戦後、フラの営業所自体は存在するが、バスの運行は再開されず、空白期間が生じた。1952年になり、分離、独立の動きが活発化し、旭川電気軌道へ、バス事業の一部譲渡が行われたが、営業所は、 朝日川電気軌道の管轄として、バス路線が再開されることになった。同年6月12日より、朝日川電気軌道フラの営業所として、フラの町及び周辺町村で営業が行われることとなった。なお、空白期間中の1947年に、町が国鉄バスに対して、フラのから6号、東山を経て、 下金山とを結ぶ路線を陳情したが運行するには至らなかった。フラノ営業所では、フラノ町に関連する路線は西立府線、フラノ線、山手線、六号線岩屋経由の四路線で、以降島の河川、六号線岩田急経由、五両線を開設。他に中フラノや上フラノの地域内路線も運行した。1966年12月には、 足別から島の下まで運行していた北海道中央バスがフラノまで乗り入れたいとして、相互乗り入れの形で足別線が開設された。昭和40年代になり、過疎やモータリゼーションの進行により、営業成績が急降下し始めた。フラノ営業所関連も、例外ではなく、運行開始間もない、足別線の廃止や中フラノ町と上フラノ町の地域路線を全廃するなど、 1975年までに不採算路線の大幅整理が行われた。運行継続の路線についてもフラノ市に対して自治体バスの運行を打診するなどフラノ地区撤退の動きを見せた。市では運行補助金を供出し路線維持に努めたが1970年に約175万人を数えたフラノ営業所管内の乗車人員は1980年には 約60万人に大幅に減少しており、旭川電気軌道の経営全般の足かせとなっているのも事実であった。旭川電気軌道は自治体バスに加えて第三セクター方式による新会社設立を提案。市では自治体バスと合わせて検討を重ねた結果1983年3月に将来の見通しは厳しいが、 バス路線維持には新会社設立しかないと決断。旭川電気軌道へ伝えるとともに設立へ向けた準備が始められた。新会社、フラのバスは、市が3分の1、旭川電気軌道が3分の2を出資。旭川電気軌道フラの営業所の建物や車両などをそのまま継承し、従業員15名、バス13台で運行路線、回数は当面維持として、 1983年6月21日に運輸省の免許を得て設立。同年8月1日、西タップ、ローセップ線、山手線、フラノ線、六号線、五両線、フラノスキー乗線を継承し、営業を開始した。新会社は徹底した経費削減などに加えて、北の国からの影響などによるフラノ観光の盛況もあり、 1985年度決算では、黒字を計上した。1987年4月1日より、旭川空港や旭川駅とを結ぶ、快速バスラベンダー号の運行を開始。1978年に、フラノ線の美へ旭川間が廃止されて以来、旭川市とを結ぶ路線が復活した。すべて北海道に、所在2016年4月1日現在、以下での、 フラの営業所は、旭川電気軌道フラの営業所を示す。1987年4月1日運行開始。当初は乗降制限が設けられていたが徐々に緩和され、全停留所間乗降制限なしで利用できる。他路線を組み合わせた割引乗車券が設定されており、ぐるっと同応バスセット券として、北海道中央バスの高速バス路線と組み合わせたセット券が発売される。 旭川空港旭川駅前間は、旭川電気軌道と乗車券共通利用が可能。フラノ営業所発足時より、フラノ旭川間のフラノ線が運行されていた。1978年12月23日に、フラノ美栄間の運行となり、フラノバス発足時は、フラノ上フラノ間で運行された。快速ラベンダー号運行開始後も別に運行されて、板が後に廃止されている。 1964年7月20日運行開始。富良野営業所発足時より運行。西タップより先、ローセップまで運行されていたが2009年10月1日に廃止され、富良野市が運行主体の自家用有償運送が東山、または西タップからローセップ地区まで運行される。1958年9月8日運行開始。 フラ野営業所発足時より岩屋経由が運行されて、いたが2003年4月1日に廃止され、8万9経由に一本化されている。フラ野営業所発足時より、フラ野鳥沼から、朝日中引く東中から、上フラ野間の山手線が運行されていた。鳥沼7号遺園が廃止され、フラ野市内で折り返す朝朝線に変更されている。ハイランド。 フラノ線1955年12月23日より、島の河川として、フラノ駅前温泉入り口間で運行。1966年12月には、足別島で足別線が開設されたが、島の河川と合わせて、フラノ営業所持に廃止された。1987年に、ハイランド、フラノ線として、島の河川と、ほぼ同経路で再開設された。 2011年7月に乗客数の減少などから路線を廃止したい意向を示し、沿線住民などとの協議の結果2012年10月1日付で廃止となった。一部区間で重複する北海道中央バス、高速フラノ号は途中停留所の乗降制限を緩和し、フラノ市内間での乗降可能区間を増やしている。7月1日から8月31日まで。 運行されていたが、2012年は設定されていない。北海道中央バス、高速フラの号と組み合わせた札幌発着のバスセット券が設定されていた。定期観光バスは2007年より運行されていない。貸切バス事業は、事業は通常は、旭川運輸支局管内、札幌運輸支局管内、室蘭運輸支局管内の内戸間小牧市、伊達市、遊仏郡。 猿群、白尾群、阿部田群、上川群、帯広運輸支局管内加藤群での発着が認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料事業者に限定した営業区域の弾力的な運用により、北海道全域となっている。札幌運輸支局管内は北部を中心とした一部、区域のみ、札幌市と千歳市は期間限定であったが、 2011年12月1日に、首都営業所を開設した。路線車は、日のブルーリボン式ハイブリッドや日のリエセ等を保有し、2017年3月31日現在で11台登録されている。貸切車は、旭川電気軌道に準じた塗装を用い、20台登録されている。ありがとうございます。